どうも、わきです。栄冠9やっていきましょう。さあ、では今回は甲子園準決勝をやっていきたいと思います。さあ、この世代も残すところあと2試合となりました。この試合勝ってぜひ決勝へ駒を進めましょう。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、この栄冠9毎日投稿、さらには2000超えで土日日本投稿といった企画をやっております。栄冠9の動画をもっと見たいよという方はぜひとも高評価チャンネル登録していってください。で、今日なんですが、まあこの動画で準決勝勝てたとしても、まあ決勝まで行っちゃうと、ちょっといろいろとネタバレにサムネとかでなってしまうので、まあ今日はですね、ちょっと2本出したいなと思います。この動画でなんとか準決勝勝って、まあ夜に決勝戦戦えればいいなと思いますので、頑張っていきましょう。とは言ってもこれ負けたら、もうダメなので、はい。ぜひ勝ちましょうというところで、今回はですね、まず、ちょっとアイテムを全力で使いましょう。はい。3年生まだアイテム使ってない選手にアイテムを使いたいなと思います。まずは模擬に総力アップのアイテムですね、を使いましょう。まあ、盗塁 E なんですけど、まあ、ショートのやはり守備範囲というのもありまして、ちょっと総力アップ使おうかなと思います。 OK で、これもう1試合やったら、まあ、アイテムもうまく使ってミートパワー両方 S のオール S 持っていけたんですけど、あと2試合しかないので、まあ、ちょっとそこは厳しいなというところでしたね。はい。で、続きましてパワー5上がりですね。これを次、皆川に使いましょう。はい、これで皆川がパワー A になります。OK。まあ、パワー以外 S にできればいいなっていう感じですね。で、もう一個パワー上げるアイテムを、ですね、3年生、八田に使いたいと思います。で、桑野はもう使っていて、高橋も使っているよというところですね。3年生ピッチャーも全員使ってるんで、これでベンチ入りしている3年生の選手に関しては、すべてアイテムを使ったというところでございます。OK、行きましょう。で、もう桑野は特能の本全部使ってるし、まあ他の野手ももちろん使いたい気持ちはありますが、ちょっと残念ながら天才に置いときたいというところもあるんで、まあ、これで全力ですね。はい。全力のアイテム使用というところでいきましょう。では準決勝ね、頑張ってやっていきましょう。いや、もうお腹が痛いっす。この天才世代、負けたらダメだと。よし、桑野がスーパーユーティリティプレイヤーになった、これで。すべてのサブポジ取得&両打ち。もうこれ以上ない育成というのを1試合残してできましたね。今年ね、2回戦からの登場だったっていうのがね、一つありますよね。はい。すごいっすね。もうずーっと天才選手が、まあそりゃそうか。1年生3人もいればずっと選ばれるか。あれ、今誰選んだっけ？サハラだったっけ？やばい。見てなかった。1年生の天才というとこしか見てなかった。まあでももうこの辺も全員走れるし、宮地なんてね、4割8分6厘打ってるレベチですから。はい。まあ非常にですね、期待できるかなと思ってます。いきましょう。いや、1年生こんなに打つと思わなかったな。一番打ってない人で2割9分とかですからね。素晴らしいですね。さあ、相手は奈良県代表ですね。はい。大和商業高校ですかね。いきましょう。大和コーポレーション。強い。特能がないだけ。あ、村井だった。8番注目選手になってる。でも大丈夫。この通り。前のランナーが出ている。宮地。打率5割。すごすぎん宮地。これ、赤ゴジラ島の到来じゃない WBC 高校の時の。宮地すごすぎんか。まあ、ちなみに来年セカンド守るんで、さっき練習指示で守備を上げることにしました。でもなんか総力上げたらよかったな、これだったら。総力じゃない、打撃。宮地すごすぎるよ。いや、本当に盗塁上げてあげたいな、となると。クイックリ。もう練習試合も含め、この夏どれだけ打席に立ってるんだと。いうところで、打率5割をマジでやばいっすね。よし、負けないぞ。まあ、ここ、待て待てセーフティーという形でいきましょうか。いやー、宮地レベチだ、本当に。とんでもない1年生だな、本当に。もう30打席とか以上経ってるんじゃないかな。押し間違えてる。何、果敢に盗塁してるんだ。でもまあ一緒か、結局。よしよしよし、オッケー。まさかと思うけど、嘘でしょ。違うか。前のランナーですね。サハラ。あ、でもこれでみんな3割超えたし。ほんとやばいね。
侍頑張れ。鈍いゴロ、今泉ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。さあレベッチ宮地、さあここを乗り越えて成長したい。サハラは走れます。行きましょう。よーし、さあ本物のレベッチになるんだ。うわー、まあまあカードがねちょっとまだ1年生ですからね。さあ誰かの伝令でも使っとこうかな。小杉行きましょう。打たせて取れ、打たせて取れからの低めで行きたいな。もう一球打たせて取れでストライク取りたい。おいおい、打たせて取ってないやん全然。オッケー、よーし、今年の二遊間の守備力は本当に素晴らしいものがありますよと。これ全て外角でいきます。よしよしよし、カードを温存できた。これ低め低め臭いところでいこうかな。よし、でここで最後カードを使ってこのイニングまで。よしよし、 OK。 さあマックスさん行きましょう。あー読まれたな、珍しいな、セーフティー読んできましたね。 OK、よし、これは1点取れる。もうノーアウト2塁は絶対うちは1点取れるんで、はい。代打いきましょう。代打西尾、あセーフティー1か。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。じゃあもう阿部日にかける。まあ流し打ちも実質バントみたいな形になるよ。お、これはフォアボールが一番いいで、盗塁まで西尾ができれば満点ですね。よーし、あ、そっか、でもそれだとダメだ、ノーアウト1、2塁だ。さあ黄色い線を背中に受けて、どんな手なわけで待て待てバントでいきます。ここうまい、これ自らセーフもある。うん、ピッチャーのフィールディングもいいですね。さあここでスクイズや、これは1球目や。よし、わしの何より硬い高校です。よし、それが今年のスローガンです。いきましょう、やっていきましょう、いろんな意味でね。まあ育成枠だな。古田4割の道があるからね。古田ちなみにもう肩 S になってて、次守備を上げることにしました。まあ守備力もね関わってくるので、盗塁刺すのとかにもね、はい、あとはバント処理とかも非常にうまくなります。初球や、よし。さあレベッチ宮地、うん、さあマックスさん行こう。高橋がいいピッチングをしてくれて、その後も続いてます。投手陣の安定感、これもまた今年の意図おかしな点です。いやー、それもいいピッチングだったね。これピッチャーと何人残ってる？ 4 人残ってるからまずいのだよ。やっぱとなると2年生ピッチャーの育成をしっかりやりたいんで、まあまあこうこうしてこうしようか。で1年生の OK 伝令を使う。あ、今思うと違う違う違う、全然違うことをした気がする。まあいいや、伝令をまるまる無駄にした気がする今。スカート、さあ大丈夫、皆川は OK、 落ち着いてね、落ち着いてね、さすがこの入館です。さあグロテスク石黒、
いけるよ、一人できるよ、イエス。勝利まであと一人。ライダーは。さあラスト締めよう。違う違う違う。若すぎの出来すぎなピッチングで最後締めたいと思います。さあ内村、よーし、オッケー、完封リレー、ナイス完封リレー、イエス、さあよーし。いやー、高橋のスロースターターが本当に怖かったんですけど、全然響かないな。高橋のスロースターターが響かない、思いのほか響かない。よし、高橋コントロールも S90 になってというところでいいですね。よーし、よし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 。で、あと皆川がこれでミートと補給が89なんですよね、多分。で、そこを両方 S にしたいんですけど、まあ、あとだから練習、負けた方がマスがいいぞ。でもそんなダメだ。ちょっと見てみますね。うわー、これはきついなー。あ、無理か、両方 S。あ、肩もか。うわー。かあ。くぞー、見ながらこれ。めっちゃ中途半端。まあこれだから、ベストなのは試合でミート1個上げて、まあ練習で肩1個上げて補給だけ残念だったっていう方がまだマシか。それがベストだな。あとはもう結構綺麗な感じになってますね。はい。スーパーユーティリティプレイヤー。すごい。ということで、ちょっと、肩練習。肩練習って何だったっけ？マッスラーとか。肩練習出るかどうかっていう問題もありますよね。まあこれで、うちはそのバッティング系が出るようにしてるんで、これ感染を使った方がいいか、練習効果を云々で考えると次も上がるし。いやでもそれで、ちょっと怪しいんじゃないこれ。感染使って。あ、遠投もそうですが、ちょっともう一個上のレベルのやつじゃないと多分無理な気がする。違うよな。多分、なんか、ラットマシーンとか、その辺ですよね。はい。ラットマシーン。あ、まあ、総合練習もワンチャンあるな、今思うと。ああ、もったいない。もう練習指示とか使いたいけど。いや、練習指示は使わない、その、違う。感染とか使いたいけど。ちょっと、これは、出てきそうにないんで、次回までに、呼んでおきましょうか。はい。というところでございました。よーし、というわけで、次回、決勝戦ですね。最後勝って有終の美を飾りましょう。ビコーツ、上のルートでも本屋さんがいる。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。決勝戦頑張ります。アディオス。